見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。婚約内定発表から約4年の時を経て、ようやく成就する眞子さまの結婚は、手放しの祝福ムードとはいかぬままゴールを迎えそうだ。人の結婚をどう捉えればいいのだろうか。皇室の結婚に詳しい森洋平教授に寄稿してもらった。アスタリスクアスタリスクアスタリスク眞子さまとの婚約が内定している小室圭さん、9が近く、米国から帰国する。10月中にも自治体に婚姻届が提出されるはずである。週刊誌や SNS には未だに、駆け落ち婚への非難が多いが、バッシングを続けても人が結ばれることには変わりがない。それよりも、なぜ人が結婚し、それに対し、あまり良くない思いを持つ人が多いのはなぜかを考える方が、生産的ではないか。私を抑えて国民のために尽くしてきたことで敬愛され、信頼を得てこられたのが皇室です。ところが眞子さまは、好きだから結婚する、というお考えを最後まで崩しませんでした。逆、わがままを通した、ということ、私を優先したことにより、裏切られたと感じる国民も少なからずいます。静岡福祉大の小田部雄二名誉教授のコメントである、週刊新潮。9月16日号、申し訳ないが、共感できない。この論理に沿うと、滅私奉公が皇室の務めだということになる。結婚においても好きな人を選んではならないということになる。天皇、皇族の自由意志は否定されるべきなのか。皇室にはかつて、同等性の原則、婚姻直挙、職挙、不正、というルールがあった。同等性の原則は、明治の皇室典範が、皇族の婚嫁、婚家は同族、または直子、職子、により特に任居せられたる家族、家族、に限る、九条、と定めたものである。皇族は、同族、つまり皇族同士、は、認められた家族としか結婚できなかった。さらに、40条が、皇族の婚嫁は直挙による、と婚姻直挙制を明記した。皇族の結婚は、天皇の許可が必要だった。明治日本初のルールを主にドイツから取り入れた。同等性の原則は、ドイツ皇帝が連邦諸侯の王女と結婚するように、身分が近い者と結婚しなければならないと限る通婚制限原則である。上位貴族以外との通婚は許されない。婚姻直挙制は、身分違いの結婚を望んでも国王から許可されないし、それでも結婚したいのならば、生まれた子に王位継承権は与えられないという決まりである。いずれも帝位、王位の正当性を保つために定められた。